さーて、京都2日目です。昨日はオフ会でいろいろ皆さんにお世話にはなったんですけど、今日は北の方に行こうかなと思ってるんですけど、どの辺なんのかな、小浜市の方に向かって行ける道があるんですね。で、それをですね、辿って行ってみようかなと思います。ただ小浜市に着いてからちょっと何も考えてないんで、どうしようかななんて思ってますけど、地図で見たんですけど、いやーすごいな、やっぱくねくね道やなこれ。天気が晴れましたね、ものすごい。京都国体、なんじゃそりゃ。昨日は美山で一泊しまして、まあ、温泉ありのゆっくりできましたね。ただまあ、いやーまあいいか、あんまここで言うことでもないもんね、あれですけど、まあ温泉も入っていい感じの宿ですね。もともとは雨の予報やったんですよね。それがまさかこんな晴れるとはな。ちょくちょくスタンドは見かけるけど全部開いてないね。いやー、川沿いの道を登っていきますけど、すごいな、綺麗な、なんか、おーおーおお、飛ばしてくるね。これはゆっくり走りたいぞ、怖いな。お、堀越峠、堀越トンネル、これ峠越えたら何になるんでしょうね。その向こうの県なのかな。トンネルはひんやりしてていいですな。はい、抜けました。福井県か、はー、おーおー、後ろから来たね。はい、山やね、山だらけ、すごいな、お城みたいな家。結構日本海まで出るのに大変やね。 USB のコードがね、バイクにつけてたやつがダメになりましたんでね、行ってほしいなっていうのはあるんですけどね。開いてるかな、開いてそうやな。ちょっと電気屋さん寄ってみましょうか。もう間もなく日本海ですかね、小浜漁港。お、海が見えた。おー、もうあれ海か。いいねいいね。とりあえず日本海まで来ましたね、いい感じ。日本海側に出てきたはいいけど、結構入り組んでるみたいで、もうちょっと走ってみようかなと思います。エンゼルラインって何でしょうね。エンゼルライン 2.5 キロ。おお、バイクがいっぱい。おお、おー、ちょ、景色がいいねこれ。はい、わあすごいすごい、あーすごい、あーすごいな、あー綺麗、わ、景色のええ道やな、これすごいなこの道。あ、ここら辺のことね、はい、はいはい、沖縄市、
沢国定公園。